こんにちは、榎本美沙です。今日は新生姜の甘酢漬けを作っていきたいと思います。だいぶ暑くなってきましたけれども、皆さん体調などを崩していないでしょうか。ちょっと食欲も落ちる時期かなと思うんですが、新生姜の甘酢漬けガリですねを作っておくと、いろんな料理を爽やかに仕上げられますので、ちょっと疲れたなとかちょっと食欲ないなっていう日も、それを入れて食べてみていただけたら、食べやすいんじゃないかなと思います。ぜひですね、新生姜使うとピンクのところですごく綺麗に色づきますので、新生姜がたくさん出回っている今の時期に作ってみていただけたらいいかなと思います。では材料の説明です。まずこちら新生姜になります。白くてすごく綺麗です。みずみずしい生姜になっています。でこちらが甘酢の材料なんですけれども、ちょっと今日作りやすい甘酢の作り方ご紹介したいと思います。用意するのはですね、米酢、砂糖、塩になります。で今回はきび砂糖と粗塩を使っていますが、お手持ちのもので大丈夫です。ではですね、まず新生姜ですけれども、皮は薄いので剥く必要はないんですが、ちょっと茶色いところとかをですね、きれいにしていきます。ちょっと使いやすいように切ります。とスプーンを使っていきます。こういうところをちょっと削るように、こそぎるようにですねして綺麗にします。ではですね、生姜を切っていきます。ちょっと端っこのところ硬いので切り落とします。ただですね、このピンクのところ残っていると、綺麗なピンク色に仕上がりますので、ここは残すようにしていただけたらと思います。で、生姜はですね、繊維がこう通ってるんですが、繊維に沿って切るようにします。そうすると口当たりが、よくですね、食感よく仕上がります。はい、ではですね、新生姜をさっと茹でていきます。だいたい1分くらいで大丈夫です。生姜はですね、茹でることで、少し辛みがマイルドになるのと、あと柔らかくなって甘酢を染み込みやすくなります。はい、では時間になりましたのでざるにあげていきます。ざるにあげて冷ましていきます。はい、では生姜を冷ましてる間にですね、甘酢を作っていきます。今回ご紹介するのは計量カップ甘酢といって、計量カップで簡単に作れる甘酢です。覚えやすいので、ぜひですね、皆さん他の時に甘酢作る時も活用していただけたらと思います。まず計量カップにお砂糖をですね、 50ml のところまで入れます。今回はきび砂糖でやっていますけれども、普通のお砂糖でも大丈夫です。で、50のところまで来たら、次にお酢を入れていきます。お酢は 100ml ですね、入れるので、この目盛り下から見ていただいて、150のところまでお酢を入れます。はい、やりました。ちなみに私いつもこの富士酢というお酢使ってます。京都のお酢なんですけど、すごく美味しいです。そしたら最後にですね、ここにお塩入れていきます。今回粗塩を使ってます。粗塩を使うとちょっとマイルドに仕上がりますけれども、お手持ちの塩でも大丈夫です。でこれをですね、しっかり混ぜます。これでですね、しっかり混ぜられたら、計量カップ甘酢出来上がりになります。計量カップで作るのでですね、いろんなところにそのままかけたり和えたりできるので、野菜に和えたりとか、あと南蛮漬けみたいなものにも活用していただけるかなと思います。はい、しっかりお砂糖が溶けたら、これで出来上がりです。はい、ではですね、生姜が冷めたら、清潔な瓶ですね、アルコール消毒や煮沸消毒をした清潔な瓶に生姜を入れていきます。冷ましてる間にもすごくいい香りがしました。新生姜みずみずしいので、香りも柔らかくて、すごい爽やかな気持ちになります。
そしたらですね、先ほどの甘酢、計量カップ甘酢なのでそのままかけられます。これをかけていきます。そしたらですね、軽くお箸でなじませます。こちらでですね、蓋をして、冷蔵庫で一晩ほどなじませると美味しく食べられます。こちらが一晩置いたものになります。開けてみます。すごく綺麗なピンク色に色づいてます。こんな感じです。しっかり柔らかく味がなじんでます。これでですね、出来上がりになります。では出来上がった新生姜の甘酢漬け食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。あ、すごく香りがいいです。柔らかい生姜の香りと甘酢の香りがして、ちょっとお腹が空いてくる感じです。いただきます。うん、おいしいです。新生姜なので柔らかくて味もすごく優しくて食べやすいと思います。これそのままおつまみにしていただいてもいいんですけれども、おすすめの食べ方はお寿司に添えたり、お刺身に添えるのももちろんいいんですが、おすすめはちょっと刻んで混ぜご飯にしたりとか、これからの季節だったらそうめんに合わせてもすごい美味しいですし、あと焼いたお肉とかお魚にも実はすごくよく合うので、鶏肉をカリカリに焼いて、でそれにちょっと刻んだ生姜を合わせるとかですね、お魚焼いた時に合わせるっていうのもおすすめです。いろいろ幅広く使える、甘酢漬けかなと思いますので、ぜひですね、新生姜がたくさん出回ってる今作ってみていただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。これからも季節に合った料理をですね、いろいろご紹介できたらと思っていますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。